おはようございます。今週も1週間 JK 弁当作っていきます。今週はなんと息子もお弁当がいるんですよね。3人分作る日もございます。それでは頑張って作っていきます。1品目は超簡単なソースいらず、玉ねぎいらずのハンバーグ作っていきます。包丁もまな板もいらない時短メニューです。こちらは業務スーパーで購入しました合いびき肉です。合いびき肉約 200g を測ります。大体です、230ありますね。はい、ここから超簡単です。すべて測るものは大さじ1です。パン粉大さじ1、ウスターソース大さじ1、ケチャップ大さじ1、マヨネーズも大さじ1杯です。そして塩コショウを入れて混ぜます。はい、成形しまして、油を引かずに直接入れて焼いていきます。焼いてる間にゆで卵マシンを使ってゆで卵を作ります。とっても便利ですね。別のゆで卵マシンも購入しましたので、またそちらも使っていきたいと思います。いちごをカットしていきます。マヨネーズが入っていますし、お肉から油が出てくるので油を引く必要はありませんね。小さく成形しておりますので、すぐに中まで火が通ります。爪楊枝で刺して透明の煮汁が出てきましたら中まで焼けています。ベーコンでミニトマトを巻きますので、だいたいミニトマトの大きさになるようにベーコンをカットして焼いておきます。はい、次はゆで卵マシンで作っておいたゆで卵をカットします。それでは詰めていきましょう。シソの上に一口ハンバーグをのせます。玉ねぎとか入ってないですけども、とても柔らかくて美味しいハンバーグです。時間がありましたら玉ねぎのみじん切りを入れたらいいですね。ゆで卵を入れます。綺麗な黄身の色ですね。ミニトマトをベーコンで巻きます。そして端をピックで留めます。娘はミニトマトが大好きなので、このおかず入れれるんですけど、息子には入れられないですね。はい、カットしたいちごと、あとはサラダです。かけるチーズを乗せました。凍ってるんですけども常温で溶けます。たらこふりかけをかけまして、業務スーパーで購入しました刻み海苔をかけておきます。たらこふりかけには合いますよね。はい、完成です。はい、写真をパチリ。右側は旦那と息子のお弁当です。2日目は3色のそぼろ丼です。丼物は主婦の味方ですね。ごま油をひいて1つのフライパンでどんどん作っていくので、あっという間にできます。まず最初に前日にカットしております小松菜を炒めていきます。その間に入り卵の準備をします。3人分のご飯を入れておきます。味付けは塩コショウです。そうしましたら直接ご飯の上に乗せていきます。同じフライパンにごま油を入れて煮り卵を作っていきます。その間に少しだけおかずの準備をしておきます。煮り卵もごま油と塩コショウの味付けです。煮り卵はあっという間にできますね。それではご飯の上に乗せていきます。はい、私の朝食用です。はい、次は鶏そぼろ作ります。前回の動画でご紹介しました、業務スーパーで購入しました鶏ミンチ、 100g あたり68円です。味付けはみりんと砂糖、そしてお醤油。ミンチに火を通している間にベーコンで透明を巻きました。ミンチもご飯の上に乗せていきます。
ベーコンも焼いていきます。はい、焼けましたのでカットします。はい、それでは詰めていきます。小松菜にごまを振りかけて完成です。今回は2段分しか使っていないので、一番上の段にお箸とスプーンを入れました。この時はめちゃめちゃ焦っています。保冷剤を入れます。はい、いってらっしゃい。3人分のお弁当と右側は私の朝食です。3日目です。前日にロピアに行ったのでね、ロピアの商品も使っていきます。この日は簡単にロピチキをメインと思ったんですけども、お魚も入れたいのでタラのムニエルを作ります。半分にカットしたタラに塩コショウを振りかけて、あと全面に小麦粉を振りかけます。今回は仕切り用のフライパンを使うので、卵焼き用の卵も割っておきます。塩コショウで味付けをします。はい、ちくわもいつものちくわですね。格子状に切り目を入れまして、くるくるっと巻きます。2箇所留めます。それで真ん中でカットします。ひかみたいですよね。タラを焼くところにバターを入れます。はい、ではどんどんと焼いていきましょう。豆苗を卵焼きの中に入れます。ちょっとした彩りになりますね。ひっくり返していきます。お惣菜のロピチキはグリルで簡単に焼きました。はい、それでは詰めていきます。サラダ菜、ロピチキをのせます。カップにタラのムニエルを入れます。卵とあとはちくわを入れます。焼き色をつけると可愛いですよね。そしていちごとぶどう、ミニトマト、サラダ菜を入れています。ミニトマトにピックを刺しています。はい、完成です。最近はなんとか写真撮ってます。インスタグラムで上げてますので、よろしかったらご覧になってください。コーヒーブレイクしました。今から安丸だしを使って簡単なきんぴらごぼうの作り置きを作ろうと思います。ごま油で炒めていきます。カットしたごぼうと人参を入れて炒めます。まず砂糖を適量入れます。そして安丸だしを1パック入れます。お酒も適量入れます。少し甘かったので醤油を足しました。安丸だしってロピアにも売っていますね。あとネットでお安く購入できますので、よろしければ概要欄をご覧になってください。全体に火が通りましたら完成です。お好みで炒りごまをかけます。冷蔵保存と冷凍保存にします。暑いのでもう少し冷ましてから冷蔵庫と冷凍庫に入れたいと思います。4日目です。ロピアの鶏トロを照り焼きにしたいと思います。加熱している間にちくわにチーズを入れていきます。業務スーパーで購入しましたチーズです。適当な大きさにチーズをカットして、もう入れ込むだけですね。カットするとね、もうめちゃめちゃ断面が美味しそうで、簡単なのに映えますしね。ちくわは最強です。焼けましたので余分な油を引き取って、あと調味料を入れていきます。醤油、砂糖、みりん、あとネズと片栗粉を入れています。はい、詰めていきます。サラダ菜の上に鶏とろの照り焼き、透明のカップにチーチク、
そして冷凍保存しておりましたほうれん草のおひたし、冷凍保存しておりましたきんぴらごぼうを入れようと思ったんですけども入らなかったので、今回はミニトマトにしました。皮ごと食べられるぶどうを入れて、サニーレタスと半分にカットしたプチトマト、花形のハムを入れて、あとは鰹節をかけて完成です。今日は息子のお弁当はいらないので、娘と旦那のお弁当です。そういえば息子がなんで普段今週はお弁当がいるのかというと、職業体験みたいなのをねしにトヨタ自動車に行ってまして、今日は中休みでお弁当が出る婦人会に行ってるそうです。はい、今日もバタバタとしましたが出来上がりました。お箸と保冷剤を入れて、はい、いってらっしゃい。順調に写真も撮れてます。麦味噌を使って簡単なお漬物を作ります。麦味噌は大豆のお味噌よりも少し甘めなので、お漬物にも最適です。はい、とっても簡単なんですよね。人参スティックですね、適当な大きさに切って、お味噌、麦味噌の中に入れるだけです。大根やきゅうりでもできます。何でもいいですね。お野菜もう昔からやってますんでね、ちょっと時間とか忘れたんですけども、好みの味でいいと思います。もう翌日には確実に出来上がっています。国産原材料にこだわった故郷の味、伊予の味噌、非加熱の生味噌のため、生きた酵素もしっかりと。概要欄に URL を貼っております。よろしければそちらからご覧になってください。はい、5日目です。あ、深夜テンションならぬね、5日目テンションというのがありましてね、こんな風に言われたりしてもね、楽しくなってくるんですよね。味付けは塩コショウです。ね、朝ごはんの準備をしながらなので、卵焼きは早めにねくるっと巻く方がいいんですけども、完全に焼けてしまってから巻いたりするので、ちょっとねボコボコしてますね。今日のメインはこちらです。業務スーパーで購入しました冷凍の肉団子です。冷凍食品ってちょっと引き目があるんですけども、娘が、ね、これが欲しいって言ったんでねもう堂々とね使いたいと思います。美味しいですしね、実際ね冷凍食品って。ずっとレンジでチンしてたんですけども、自然解凍でもいけるんですね。新たな発見です。今回は電子レンジでチンしたいと思います。チンしている間にサラダ菜を洗います。肉団子が出来上がりました。今日は卵焼き以外は火を使いません。チーズとハムでくるくるっと巻いて一品作ります。そういう日があってもいいですよね。金曜日はこんな風に冷凍食品を使う日っていうふうに決めようかなって思いました。気分的にね楽ですもんね。そして子供たちも嬉しいっていうね。ハムの上にスライスチーズを置きまして、くるくるっと巻きます。4分の1にカットしまして、ピックで留めます。ロビアで購入しました大容量のハムは半分はタッパーに入れて、残りは4枚ずつラップでくるんで冷凍保存しています。卵焼きをカットします。切れ端は朝はね、と卵が重たいっていう子供たち用の分ですね。それでは詰めていきます。こちらは昨夜の牛肉の炒め物ですね。ナスと玉ねぎが入っています。冷めましたミートボールを入れます。作り置きの小松菜と薄揚げの煮浸しなんですが、汁が出るので透明のカップに鰹節を敷いてその上に入れます。汁漏れが気になるものにはいつもこんな風にしています。ちょっとね空洞がある卵焼きを入れます。
その焼き切ってから巻いてますんでね、きっちりつかないですよね。サニーレタスを引きまして、で作り置きしておりました鶏ハムを乗せます。ロピアで大量の鶏胸肉を購入した日は必ず鶏ハムを作っています。渦巻きハムチーを入れます。ヒロシを振りかけたら完成です。ママドレッシングをかけておきます。ドレッシングはオリーブオイルと醤油で半々で作っております。小さなお子さんもお好きな味だと思います。もしドレッシングに困られている方いらっしゃいましたら、ぜひお試しください。息子のお弁当には刺激を振りかけます。刺激のある辛い振りかけです。水分のある小松菜の煮浸しはご飯の上にのせます。ボテッといる白い鳥ちゃんが可愛くてたまりませんね。おっと、旦那のお弁当です。はい、今週もなんとか乗り切りました。バタバタとギャギャ騒ぎながらまだまだ作っておりますが、いつもギリギリまでね、なんかやっちゃう性格なんでね、これはなかなかも治らないと思います。はい、以上です。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよという方がいらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。